にゃんこ軍曹のラジオコーナーコーナーコーナー、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も元気にラジオコーナー進めていきます。このところ関東地方はあまり天気が良くないですね。それで気温が前の猛暑から一気に気温が下がってだいぶ過ごしやすくなりましたね。まあ私は結構暑がりなんで、今ぐらいとかもっと寒くてもいいぐらいなんですけど、私の娘とかは結構痩せてるんで、寒い寒いって言うんで、この前初めてエアコンで暖房にしたんですよね。ですがその次の日が今度暑い日があって、今度エアコンクーラーのつもりでつけ冷房のつもりでつけたら暖房になってて、やけに家の中が暑くなっちゃって、見たら暖房のままだったんで、うわーと思ったんですけど、あれにはちょっと参っちゃいましたね。ちょっと今暖房という言葉が出てきたので、暖房という言葉つながりの話をちょっとします。もうかれこれ15年ぐらい前の話なんですけど、リーマンショックの影響で私が勤めていた会社がちょっともうダメになっちゃって、転職する間にちょっと産業廃棄物の会社でちょっとバイトというか、まあ働いていた時があったんですよ。その時の出来事なんですけど、まあそこの産廃屋さんはもう今なくなっちゃったんですけど、結構劣悪な環境の職場だったんで、日本人の人がやっぱあんまりやりたがらないんで、外国人の人が大半を占めていたんですよね。その中で私は働いていたんですけど、それで業者さんはもちろんのこと、一般のお客様も例えばバッテリーとかそういうのを受け入れて計量して買い取ったりもしてたんですよね。それで計量係、外人さんとかやってるとやっぱ言葉通じないじゃないですか。なので私がちょこちょこ計量頼まれてやってたんですよね、計量係で。それで会社の敷地内は鉄板が敷いてあるんですけど、もちろん屋根なんかついてない外でやってる、分別とかしているんですけど、夏とか照り返しで日に焼けて真っ黒になって日焼けしちゃうんですよね。どのぐらい日に焼けるかというと、松崎しげるよりさらに黒いぐらいですね。そんぐらい真っ黒になってました。そんなある日なんですけど、計量で段ボールを持ってきた業者さんのおじさんがいたんですよ。それで私は、あ、こんにちはって普通に声かけたんですけど、そのお客さんの業者さんの人は私にこう言うんですよ。これ大丈夫？これ暖房、暖房って言うんですよね。どうやら私のことを日に焼けて真っ黒だったんで外国人の人だと思ってるんですよね、その業者さんは。その前に暖房って日本語じゃないですか、そんな発音しても。それがちょっとおかしくて、私は。でもそのおじさんなんですけど、手までジェスチャーしちゃって、暖房暖房って言い続けてるんですよね。それで私は、あ、段ボールですね、段ボールはうちは引き受けていないんですよ、ごめんなさいってちょっと断ったんですけど、さすがに業者さんのおじさん恥ずかしそうにしていました。まあこれがちょっと暖房つながりの話、ここで終わりますけど、それとあともう一つなんか話しましょうかね。あー、でも残り時間1分なんで簡単な話しますね。これはラジオで先日聞いた話なんですけど、このラジオのとあるリスナーさんからのお便りなんですけど、仕事帰りに満員電車に乗っていたらしいんですけど、少し離れたところから、ふざけんなこの野郎ってなんか声がしたらしくて、そっちの方を振り向いたらしいんですよ。そうしたら20代の若いカップルと40代ぐらいのおじさんとでなんか揉めてるらしいんですけど、どうやらその若いカップルの彼氏の方がそのおじさんの足を踏んづけたらしいんですよね。それで揉めてるんですけど、それで足を踏んづけた彼氏さんの方が、おいふざけんな、俺の彼女はタトゥー入ってんだぞってなんか急に言い始めたんですよ。そしたらそのサラリーマンのおじさんの方が、それがどうした、俺も入ってるんだってなんか言い合って、最終的になんかタトゥー見せ合って揉めてるから何をやっているんだって思ったらしいですね、このリスナーさん。その前に俺の彼女って彼女関係ないじゃないですかね。あ、気づいたらもうこんなお時間です。ご視聴いただきありがとうございました。終わります。